はいフリーアイでです、えー、とですえとね後藤輝さんがですね、えー、東京都知事選挙のポスターで、全裸のポスターを掲示したみたいです。ちょっとこれ、あの後藤さんのツイッターで飛びやけられてるだけなので、本当に掲示されてるかどうかってのは分からないんですけれども、えー、後藤輝さんの、えー、ポスター掲示板15番のところに、えー、後藤輝さんが全裸で、あのーだ、男性のあそこの部分にモザイクをかけてるというもの、えー を、えー、掲示していいるみたいです、えー、ちょっと意図がどういうことなのかちょっと分からない部分あるんですけれども、えー、共産党がですねあの新藤香奈さんかなえっ、ー、と N 国の、えー、北区の北区であってたかな、えー、北区の補欠選挙区議選区議選じゃない、えー、と都議選の、えー、補欠選挙に出た、えー、新藤さんが、えー、と柚塚姫ですね柚塚姫があのー アのマスクブラで、共産党にフルボッコンされてたんでですよねであの、そのブラの部分を隠すっていうことになったので、ひょっとしたらそれへの抗議なのかなと。そういう意味を込めて、共産党に、これはどうやってやってるのかなっていうふうに思いました。えー、まああの、今回ですね、ちょっとあの、速報という感じで、えー 取らせていたただきましたもう完全にあの後藤さんの、ね、あのツイッターだけを見て、えー、パッと,、えー、と動画投稿してますので、取材等に基づくものではありません。えーとえー、後藤聖樹さんがですね、えー、またやらかしたというか、全裸のポスターを、えー、ポスター掲示板に貼った可能性があります。えー こちらですね、まあ、の後藤輝樹さんがツイッターでつぶやいているだけなので、これが本当にポスター掲示板に貼られているのかどうなのかというのは、今のところちょっとよくわからない部分ではあるんですけれども、えー、速報として出させていただきます。後藤輝樹さんが全裸ポスターを東京都知事選挙で、えー、貼った可能性があります。以上です。えー、よろしければ、ね、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつからって過ごせるひまれで,でした。